こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはですね、これです。わかりますかね。レゴブロックをプログラムで動かすためのコンピューター、マインドストームです。今日はこれを作ります。子どものプログラミングに少しでも興味のある人は、マインドストームという製品はご存知だと思います。どんな風に使うものかというと、モーターや光センサー、接触センサー、それからライトなどを、このコンピューターのブロックから配線するんですね。それらを自分で書いたプログラムで動かすことができるので、ロボットや何かの仕事をする車、それから自動ドアみたいな何かに反応して動く仕掛けなんかも作ることができる。1998年に最初のマインドストームが発売されました。この時のコンピューターブロックが RCX、 今作っている黄色いブロックです。そして後ほど作るのが2006年に発売された NXT という新バージョンです。レゴを動かすコンピューターとしては、教育向けにレゴエデュケーションというシリーズもあります。今スパイクという新製品も出てきていますね。マインドストームというと、コンピューターサイエンティストで教育者でもあったシーモア・パパート氏の著書のタイトルです。レゴマインドストームの名前はこの本に由来するそうです。パパート氏は MIT メディアラボの前身にあたる部門の創設者で、レゴとプログラミングを結びつけることに早くから取り組んでいた。私もレッドと名付けられた、文字通り赤いブロックを見せていただいたことがあるのですが、まさにそれがレゴマインドストームの RCX につながっていくんですね。ということで、できました。積み木のように組み立てるおもちゃだったレゴが、テクニックというシリーズでモーターなどで動くようになった。それがマインドストームでは自由にプログラミングできる。レゴを使ったロボットの WRO という国際的なコンテストも行われています。メディアラボの同じグループは、実はスクラッチでも有名なんですよね。スクラッチとレゴマインドストーム、それと AI を組み合わせて、柿の種とピーナッツを振り分けるロボットを作っちゃったなんて人もいます。来週も作ります。見てください。